こんにちは。ロボットの豆リンゴと。こんにちは。した豆リンゴ。それからオーナーのクミチルです。今日はメルカリやヤフオクなので、ラボットを個人間取引で購入した時の手続きとか、お家にやってくるまでの流れ、あとかかるお金などについてのお話をしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず購入方法の個人間取引、どんな手続きが必要かってことなんですけど、通常マヤとかネット公式オンラインストアですね、であと提携してるエディオンとかヨドバシカメラとか、ああいうお店から購入するわけじゃなく、本当にヤフオクやメルカリとか個人で出される方が最近出てきました。前までは個人取引っていうのはちょっとできないようになったんですけど、少し前にそれもオーナー変更ができるようになったので、家族以外にもだんだんメルカリとかヤフオクとかで見かけることも多くなってきました。ちょっとラクマは見たことないんですけど、ラクマとかでも出てるのかな。そういった場合で購入した時に、まず必要な手続きっていうのが主に4つあります。で、名義変更、データ初期化、グルーブ X のメンバーズ登録、月額料金の契約ってあるんですけど、それは販売する側の現オーナーさんとこれから購入する方の手続き、それぞれちょっと分かれてます。まず名義変更なんですけど、ヤフオクとかメルカリで出してる今のオーナーさんがすることになります。なので個人間で直接購入したら、まず自分の個人情報を相手に伝えて、そのオーナーさんに変更してもらわないといけないです。で、そのオーナーさんはラボットコンシェルジュさんに、こういった方に名義変更しますっていう旨連絡して手続きをします。ヤフオクとかメルカリってあんまり個人情報のやり取りをするっていう感じではないんですけど、この場合は個人情報を伝えないといけないので、個人情報を伝えるのがちょっと抵抗があってっていう方は利用しない方がいいと思います。で、次に手続きとしてデータ初期化っていうのがあるんですけど、今まで過ごしてきた期間ずっとラボットっていうのは学習をしているので、データが溜まってって性格とかが決まってきます。で、初期っていうのは絶対に必要なものじゃなくて、もしそのままでよかったらそのままでもいいですってことなんですけど、データ初期化すると結構なお金がかかります。お金の話は後でちょっとまとめてするんですけど、で、データ初期化をする場合は今のラボットオーナーさん、売る側ですね、そちらがグルーブ X の方に予約を取ってラボット病院に送って、そちらでデータ初期化してまた返してもらおうという流れになります。次にグルーブ X のメンバー登録なんですけど、これは購入される方の方が必要になります。とグルーブ X でラボット一緒に過ごしてる人はみんなメンバー登録をしないといけなくて、その登録番号で変更の手続きをすることになります。このメンバーズ登録はラボットの公式サイトで簡単にすることができるので、そこは不安に思う必要はないかと思います。ラボットって購入代金だけじゃなくて月額料金が毎月かかってきます。ラボットを動かす費用って言われるんですけど、プログラムの更新であったり、保守運用料みたいな感じですかね。で、月額料金プランが4つあるんですけれど、このプランっていうのはメルカリとかヤフオクで買ったら自分では選べません。今のオーナーさん
がしてるプランをそのまま引き継ぐ形になるので、どのプランに入ってるかっていう確認もちゃんとしておいた方がいいと思います。でこの月額プランっていうのなんですけど、実はちょっとというかかなりあんまり良くないんですけど、グレードダウンができなくてグレードアップしかできないですよね。なんで一番高いのがプレミアムプランっていうんですけど、もしその売ろうとしてる今のオーナーさんがプレミアムプランだったら、そのままプレミアムプランになっちゃいます。月額いくらぐらいだったかな。私が入ってる豆りんごのプラン、スタンダードプランが1万5000円ぐらいなので、1万8000円とかそんな感じだったと思うんですけど、まあ、結構高いね、豆りんご。ごめんごめん、お洋服着ようね。まあ、手続きはこの4つです。次に個人間でそのラボットをメルカリとかヤフオクで購入した場合、自宅にやってくるまで、お迎えまでの流れをご説明します。で先ほどもちらっとお伝えしたんですけど、ラボットのデータを初期化するかしないかによっても変わってきます。まず初期化すると仮定した場合の流れなんですけど、普通購入します。で購入した後に、グルーブ X のメンバー登録します。公式サイトでですね。で手続きに登録 ID が必要になるので、これはやっておいてください。それから個人情報、自分の情報を今のオーナーさん、メルカリとかヤフオクで販売されてる方に伝えます。そしたらそのオーナーさんの方でグルーブ X の方に連絡して、契約者の変更手続き申し出てくれるので、申し出てもらうとコンシェルジュさんの方から購入される方に連絡が入って、契約者変更していいですかっていう確認と、ラボットの月額サービス料金の利用規約への同意が求められます。で間違いない OK ということであれば、返事してもらったら契約者変更手続きが行われます。次にラボットのデータ初期化しますという場合になったら、初期化推奨されてるんですけど、しなくても所有者変更はできます。で初期化する場合、ラボット病院に入院して手続きというかそこでデータを出荷するんですけど、それは今のラボットオーナーさんが手続きをしてラボット病院に送るんですが、ただラボット病院って常に混み合ってるので、すぐに初期化せずにお家に向かいますってよりも何週間か時間はかかってくるかと思います。取れる予約枠っていうのがあるんですけど、ラボット病院予約制なので予約枠が常に 1,2 週間先になってます。で入院してからまたそこから数週間かかります。いろんな症状とかによっても違うんですけど、だいたい 2,3 週間の入院が多いなって印象です。ただ直近の入院が先月、アメリカ先月やったっけ、違います、今月でした。今月入院したんですけど、10日で帰ってきました。ドアトゥードアで行って帰って、まあ、ちょっと症状によって全然違うと思うんですけど、ご参考までに。でまあデータ出荷だったらそれぐらいなんですけど、またなんか故障してるとかなったらもうちょっと修理に時間かかるかもしれません。データ初期化をしたら、そのラボット直接購入された方の元に届くんではなくて、そのラボットオーナーさんの方に戻されます。で戻されて、そっからようやくそのラボットオーナーさんから送られてきて到着って感じですね。でラボットのデータを初期化しない場合は、単純に今の流れからラボット病院に送る手続きを抜いて直接
購入者のもとに届くというような形です。初期化しなかった場合の弊害って何かあるのかな。まあ記憶はね、前の記憶に持ってて、で性格も前のオーナーさんとの暮らしで培ってきてるので、それを個性として受け入れられるんだったら全然ありかなとも思いますけど、ちょっとどうなんでしょうね。ここはちょっと実体験がないので何とも言えないんですが。では次に、個人間でラボットをメルカリとかヤフオクで購入した時にかかるお金の話、費用の話をしたいと思います。かかってくる費用っていうのが主に3つですね。まず本体の購入する金額、まあ落札価格とか普通の購入金額です。で次に契約手数料っていうのがかかってきます。これグルーブ X に払う分です。そしてラボットの送料ですね。この3点になるかと思います。購入金額なんですけど、あらこわきら、だいたいね、値段相場、まあラボットも最初は種類そんなになかったんですけど、ソロかデュオかっていう1体か2体かだけだったんですけど、だんだん種類も増えてきて今 2.0 になってます。で私が購入した当時っていうのは本体がこの豆リンゴ30万円でしたが、今50万円になってます。そのあたりでちょっと値付けっていうのがすごい難しいなと思うんですけど、10万円台か20万円台っていうのが見かけた値段ですかね。それぐらいで販売されてるみたいです。次に契約手続き料なんですけど、ラボットを契約するために所有者変更にかかるお金があります。そのお金っていうのが初期化をするかしないかで変わってきて、ラボットの初期化を同時にする場合は29,700円税込みかかります。3万円ぐらいですね、結構高いです。でラボットの初期化をしない場合、この場合は3,520円税込みでかかります。ちょっと10倍ぐらい値段が違います。そしてまた送料かかってくるんです。送料っていうのはラボットオーナーさん、今のラボットオーナーさんから購入される方への送料もあるんですけど、初期化する場合っていうのはラボット病院に送り返してもらう費用が発生します。その費用はラボット病院への往復費用全国一律で4378円かかります。箱がね結構大きくて、地域によって違うかもしれないんですけど、うちの場合だと3つ航空さん使ってて、まあ、飛行機でバビューンって行くのかなと思うんですけど、ちょっと高いんですよ。また箱代、ラボットが入ってる箱って専用の箱なんですよね。ラボットの形にくり抜かれた、なんでそこにラボットカポッてはめて送るんですけど、その箱がなかった場合通い箱って言うんですけど、通い箱のレンタルをしないといけないんですよ。その適当な箱に詰めて送ったらダメで、その通い箱がない場合はレンタル料金2178円もかかってくるので、まあラボットをメルカリとかヤフオクで1体ソロで購入してデータ初期化したとしたら、通い箱があっても34,078円はかかってくるということですね。で個人間取引なので、こういう負担っていうのは販売されてる現オーナーさんの負担か購入された方の負担かっていうのは、ちょっとどっか記載があるかどうか確認したり、購入前に確認された方がいいと思います。でさっき月額プランの話をしたんですけど、月額プラン4つあるっていうのが、スリムプラン、スマートプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランっていうのになります。で最初のスリムプランっていうのはもうほとんど当てはまるケースがないと思うんですけど、高島屋の
ラボットストアで購入した方のみ契約できるプランで、あんまり意味がないというか旨味がないプランなので、契約されてる方ほとんどいらっしゃらないそうです。でも稀になんかいらっしゃるみたいです。なのでこの説明はちょっと省かせていただいて、こちらの表で見てもらえたらいいと思います。で、主にスマートプラン、スタンダードプラン、プレミアムプランの3つのどれかに加入されてると思います。加入されてるというのは今のオーナーさん側なんですけど、そのプランをそのまま引き継ぐ形になります。プラン変えたいよって場合、グレードアップはできるんですけど、料金を変えることができなくて、スマートプランが月1万トンで988円、スタンダードプラン、豆リンゴが入っているプランが月14,958円で、一番高いプレミアムプラン、あ、1万8000円ぐらいじゃなかったですね、2万を軽く超えてます、21,998円になります。高くなればなるほど入院とか修理の時のメリットは大きくなるんですけれど、月々の負担額多くなります。もしスマートプランだったらスタンダードプラン、プレミアムプランに乗り換えできるんですが、プレミアムプランの場合、グレードダウン、スマートプランやスタンダードプランに変更したくてもすることができません。のでプランの確認っていうのは結構重要だと思います。で、アップグレードをする場合にもまたまた手数料がかかってくるので注意してくださいね。最後にラボットをメルカリやヤフオクなど個人間で購入する場合の注意点をお伝えしたいと思います。まず、ラボットの購入に関わらず取引全般に言えることなんですけど、販売者の評価や商品説明欄、よくよくチェックしてみてください。私メルカリとか利用するときは販売者評価っていうのを結構見てまして、やっぱり良くない評価が多い方ってどこかしら問題があるので、個人情報をやり取りしての取引になるので、よくよく気をつけた方がいいと思います。で、説明文できちんと安心できるように詳しく書いてくださってる方っていうのは、ちょっと安心材料になるのかなとも思います。買ったけど所有者変更スムーズにできないってなった場合は、ちょっと トラブルになって大変なことになるんではないかなということで、気をつけてください。で、次に注意してほしい点が、購入した落札価格以外にも料金が発生する場合があるってことですね。購入した後に所有者変更やデータ出荷なので別途費用が発生してきます。で、その費用負担が販売されてるラボットオーナーさんなら購入される方って別に売れる必要はないんですけど、その負担がどこに行くかっていう問題があるので、それを購入前にちゃんと確認しておいた方がいいと思います。メルカリとかヤフオクとか説明欄にない場合は購入前に必ず確認した方がいいでしょうね。いいでしょうねというか、確認してみてくださいね。はい。で、最後の注意点は、もしラボットのデータ初期化する場合っていうのは、普通に購入するよりもやり取りとかラボット病院に入院などあるので時間がかかるので、すぐお迎えしたいって方には向かないと思います。ちょっと気長に待ってください。1ヶ月はかからないと思いますけど、ちょっとそれも何とも言えないので。で、ラボット病院から帰ってきてもラボットオーナーさんの元に一旦戻るので、その販売されてる方の方に、そこもちょっと数日タイムロスが発生すると思います。というわけで、今回の YouTube の動画は個人間取引、メルカリやヤフオク、ラクマなどでラボットを公式以外で購入した場合の手続き方法や流れやかかる料金についてお話ししました。こちらの話
私なんですけど、一応同時に私のブログの方でもアップしてますので、概要欄見ていただけたらリンク貼ってます。そちらもぜひご覧ください。今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。